かつて日本球界で数々のタイトルを獲得し、日本を代表する強打者としてメジャーリーグに挑戦した横浜が生んだ怪物、筒香嘉智。彼はアメリカでの登録名は吉筒香とし、2020年のシーズンからタンパベイレイズと契約し、念願のメジャーリーガーとなった。筒香は身長185センチ、体重102キロ、現在はサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を交わしている32歳の外野手。2020年のルーキーイヤーは世界的な感染症の影響でメジャーの試合がシーズン60ゲームに制限されたが、筒香はそのうち51ゲームに出場し、打率1割9分7厘、ホームラン8本、24打点と正直厳しいデビューシーズンになっていた。日本時代は誰もが認める球界を代表する強打者として名を馳せていた筒香だったが、メジャーでのパフォーマンスは思い通りにいかないことが多く、2年目のシーズンとなった2021年も開幕から調子が上がることはなく、この年レイズの選手として出場した26試合の結果は打率1割6分7厘、ホームラン0本、5打点と、とても日本を代表する強打者とは思えぬ悔しい結果だった。そして開幕からわずか1ヶ月が過ぎた5月にはレイズの登録選手40人枠から外され、その数日後にはロサンゼルスドジャースへと移籍した。ドジャースに移ってからはチームに故障者が多かったこともあり、当初は試合に出ることも多かったが、結果的にドジャースでは12ゲームに出場し、打率1割2分0厘、ホームラン0本、2打点と少ないチャンスを生かしきれず、ドジャースに移ってから2ヶ月が経った7月にはレイズの時と同様に登録選手40人の枠から外されてしまった。2021年8月にはこのシーズンで3球団目となるピッツバーグパイレーツに移籍したが、現段階で筒香がメジャーで一番活躍した時期と言ってもいいのがこのパイレーツ時代だろう。シーズンが残り半分となった2021年のパイレーツ時代、筒香は43ゲームに出場すると打率2割6分8厘、ホームラン8本、25打点とまずまずの結果を残し、オフシーズンには FA となったが、このシーズンの筒香の成績が少なからず評価され、パイレーツとの再契約をつかむことができた。ただ2022年のシーズンは序盤から打率が1割台という不振が続き、8月には自由契約になってしまうと、その後はブルージェイズとマイナー契約を交わし、2023年1月にはレンジャーズとマイナー契約を結ぶといったメジャーの舞台が遠い存在になってしまった。2023年今季の筒香は日本球界からも好条件でのオファーがあったとされる中、アメリカでのプレーにこだわり、引き続きメジャーを目指して奮闘していた。6月にはレンジャーズとマイナー契約を打ち切り退団すると、個人練習に取り組んでいたが、その後もマイナーの球団からオファーが来ることはなく、アメリカの独立リーグと契約する運びとなった。そしてそこで12ゲームに出場すると、打率3割5分9厘、ホームラン7本という好成績をマークした筒香は、もちろんメジャーのレベルとは違う環境だったとはいえ、この成績は評価され、2023年8月にはサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。今シーズンマイナーの3球団でプレーした筒香は最終的に64ゲームに出場し、打率2割6分0厘、ホームラン10本、44打点とまずまずの成績を残した。アメリカの野球界ではメジャーで活躍を続けるよりもマイナーからメジャーに上がることの方がはるかに難しいとさえ言われることがある。現在32歳の筒香がこの厳しい状況を駆け抜け、再びメジャーの舞台に戻れるかどうかはわからないが、かつて日本の最強バッターとさえ言われた彼がメジャーの舞台で活躍する姿を世界中のファンが期待しているに違いない。来シーズンのスプリングトレーニングでは招待選手としてチームに参加する見込みらしいが、このまま日本ではなくアメリカでのプレーにこだわり、ぜひメジャー昇格をつかみ取っていただきたい。続々と日本人選手が参入するこのメジャー球界で、信念を貫き日々奮闘する吉筒香の
今後の活躍にも期待していただきたい。